皆さんどうも、T 島です。でも今回もフライシェーン続き遊んでいきたいと思います。ということで今回はこちらですね。この海の、町ですかね。まあ町というか、まあこの島にある、まあ、こちらの洞窟に今回行こうかなと思ったんですが、今回は行きません。っていうのもですね、実はここに来るまでにとあるダンジョンですかねを一つ、まあ、クリアするの忘れてるのを気づいたんですよね。ちょっとそちらの方今回行こうかなと思います。で、まあそれっていうのもですね、さて第2の村ですね。でちょっとついでに、まあ、パンもあまりないので、あどうしよっかな、3つぐらいでいいかな。さて、じゃあ第二の村にはまず行きまして、ちょっとパンだけ買っておきますか。でですね、でも今回行くところがですね、まああのすっかり本当にもうあの忘れてました。っていうのも、あのこの第二の村、ちょうどここの半分ですかね、こっからあの右側、こちらの方ですかね、まああの全然行ってなかったっていうのもありますし、あのスキルですかね、あのスキルブックとか、あのこっちのあのなんていうんですかね、まあ、家事的な感じのところですかね、そこをあの今回、まあ、使わないので、まあ、全く持って行ってなかったので、まあまあ、全然あの気づかなかったと言いますか、っていうのがこちらですね。まああのここを見ていただいたら分かるように、ここにあるこのボタンですかね、これをあポチッとな、こっちだな、あれこうか、あこれで、あれあオッケー、あのここの図書館のダンジョンをすっかり忘れてました。なので今回こちらの方ですかね、行ってみようかなと思います。古代図書館だったかな、確か隠された大図書館、古代図書館じゃないですね、隠された大図書館ですね。さあ行きますかね。まあ通常であればね、もうちょっと早い、まあ、タイミングで、まあ、行くところではあるんですけど、まあ、今回もうほぼほぼ、まあ、他のダンジョンとかですかね、まあ、氷のダンジョンとか、まあ、クリアしてるので、まあまあそこまで、まあ、手こずらないでしょう。ほぼ一撃なんでね。まあまあ、 あのここではもう経験値ですかね、経験値稼ぎと、あとあのやっぱりあの固定の宝箱があるんで、まあ、それをまあ持って帰ると。あでもシルバーフィッシュ系はまあ2発ぐらいですね。まあまあ、でもレベルが上がるかどうかって言われたらね、ちょっとまあ難しいかもしれないですけど、まあ倒さないと、まあ、経験値は入らないんでね、まあ、多少なりとも、まあ、次のレベルアップへの、まあ、足しにしたいなと。さあどこに行った、あーここか、さあどんどん行きましょうかね。ただまあ固定のやっぱり宝箱があるので、まあそれをここも3つだったか2つだったかだと思うんですよね。で案の定この6789010、あ結構10発ぐらい当てないと倒せれないですね。クモはまあ一発なんでね、まあ、そのまま、まあ、あとはもうスキルを使うタイミングですかね。もう無敵時間じゃないだろうと思った時にまあ使って、まあ倒すことができれば、まあまあそこまでまあ苦戦はしないかなと。さてもう一個がこの先だったかな、いった。でこっちは多分進んだ先に
まああるんですけど、あまりちょっとここで MP を使いすぎると敵を倒すことができなくなるので、ちょっと先にお宝だけ回収しましょうかね。この先だったかな。あったで、ここでもただやっぱり他の敵にちょっと OKOKOK、 とりあえずこの2つが多分固定の宝箱だったかな。ああそうですね、向こうはもう入り口になるんで、この2つだけですね。よし、とりあえずあの扉の先ですかね、あっちに行きましょうかね。まあダメージもね1とかぐらいしか食らわないんでね、まあそこまでまあまあ心配することはないでしょう。まあ、まあ、相当、まあ、2、30体ぐらいの敵にまあ連続攻撃ですかねを食らわない限りは、まあ、やられるということはないと思うので、まあ、一度お宝ですかね回収して、まあ、クリアという目標だけ達成しておきますかね。さてこれだけだとか多分下にはなかったと思うので、うん、そうですね、これだけですね。よしよし、オッケー、これでクリアかな。あ、オッケー、これで、そうですね、とりあえずはもうクリアですね。ただ、まあ、今回ね、ちょっとこれで終わるわけにはいかないので、ちょっと、そうですね、周回してお宝を集めようかなと。まあ、最低でもね、やっぱり10個ぐらいは欲しいので、でもやっぱり MP 的にはなんかきつそうな感じはしますね。まあ、いくらあの敵はまあ弱いといえども数が数なので。さてとりあえずそうですね、インゴットやら、まあ、ブロックやらを作っておいて、よしよし、そうですね、周回しますかね。まあね、あの街の中のダンジョンなので、まあ、すぐ回復とかですかねさせようと思えばできますし、まあまあそこまでね、あの離れてる場所ではないので、まあ、全然周回してもまあ問題はないでしょう。まあ固定の宝箱さえね、あの手に入れればもう必ず1個は手に入るので、あとはもうそれをいかにやられずに持ち帰るかですね。オッケーオッケー、ちょっと真ん中、中の方とかですかね、あっちの方もちょっと向かってみますかね。多分こっちの方は固定の宝箱はなかったと思うんですよね。でももう最悪も金塊はもう結構たくさんあるので、でまぁ、今回まぁ金塊の使い道も、まあ、結局のところはそのパンとかですかね買ったり、あともう最後のダンジョンの近くであの弓ですかね、まあ、矢を買ったりっていう風なぐらいにしかちょっとまぁ使い道がないので、まあまあもう最悪まぁそのまま危なそうだったらまぁ置いてってもいいかなと。さてそうですね、これといって固定の宝箱が出てこないので、まあまあそうですね、あの多分2箇所だけですね、こっちの方は。でまあ扉の先にまあまた2つですかねあるって言ったような感じですかね。あとはもう倒した敵がまあ落としてくれるかですね。あのボスはね、あのボスというかあの宝箱ですかねに化けてるやつはもう倒さないと、まあ、そのお宝が手に入らないんでね、まあ、結構でも今の状態で10発は、まあ、MP はかなり消費しますからね。まあ受けるダメージはね、
軍事基地の時の、まあ、同じ敵に比べたらまあ全然、まあ、低いっちゃ低いですけどね、まあ1なのでね、まあ、そこら辺りはまあまあいいかなと。まあ、これがね、あの一撃で30、40とか食らわせるんだったらね、ちょっと慎重に進まないとダメですけど、宝箱落ちてますね。あとはそうですね、落ちてるところはないかな。見る感じではなさそうですね。ただもう一体のチストもどきっていうんですかね、あれを倒すためにはちょっと20は最低でも必要になってくるんで、ただどうしようかな、どこで倒そうかな。 MP がちょっと微妙に足りなさそうな感じなんですよね。いや、もうちょっとこいつは倒しましょうかね。もう固定の宝箱はもう最悪、もう諦めましょうかね、こいつは。でそのままもう扉の先ですかねに進んでいって、まあ、ゴール直前の、まあ、チェストですかね、お宝を2ついただいて一度出ましょうかね。やっぱりそれを思うとね、MP がやっぱ全然足りないなと。さてと、そうですね、これで2つ手に入ったので、まあ、やっぱり威力を上げてもね、敵の数が多ければ多いほど、まあ一発で倒せたとしても、まあ、その数に対してね、MP の方がもうついてこなくなってくるので、まあ、そればっかりはね、やっぱりどうしてもレベルを上げてっていう風な形でしか、まあ、MP を増やすことができないんでね、まあ、そこがちょっとまあ難しいところかなと。さてもう一回いきますかね。今で8個か。そうですね、できれば多分レベル、宝箱にちょっとチェストのレベルを見るの忘れてしまいましたけど、多分1、2だと思うんですよね、レベル1かレベル2。まあそうですね、それをまあ5つずつぐらいはちょっと手に入れておきたいですね。さあいきますか。でレベルの方もまあまだここだと、あとまだ3万ぐらいあるんで、ね、上がりそうな感じはしないですね。さあ来い。なかなか倒れない。これで、あ、まだ入ってないですね。多分そこまで、まあ今の状態ですかね、はまあもらえる経験値って多くはないと思うんですよね。OK。まだ手に入ってないですね、経験値が。ちょっとできるだけ、まあ主要の敵だけですかね。チェストの、チェストもどきみたいな、あいつだけちょっと倒しに行きましょうかね。はい、痛い。もうなんかもうここまで来たらもうとても連打したくなるんですよね。オッケー。もうこれだけ倒してもね、ちょっと宝、お宝ですかね、敵がチェスト落とさないっていう。よし、オッケー。まあせめてね1個ぐらいは落としてほしかったんですけど、まあまあこれも落とすか落とさないかっていうのはもう運なんでね、まあ、必ずお金の方はね落としますけど、まあ、チェストは、まあ、多分確率的にはまあ 10% とかそれぐらいじゃないかなと思うんですよね。まあでもまあ本当にもう運がいい時はもうポロポロ落としてくれるんで、でも落としてくれない時はもう本当なかなか落としてくれないんですよね。ただもう MP がもうほとんどないんでちょっと厳しいですね。ここら辺の感圧板どっかなんか実は秘密の通路がありました的な感じで開かないのかな。
これといって何も反応もなしですね。あ、MP がなくなった。さて、いきますか。経験値はどれくらい入ったんだろう。ああ、でも結構1万近く入ってますね。ただもう MP が尽きて、まあ、これ以上敵を倒せれないという。っていうことはあと2回ぐらい行けば、レベル上がりそうな感じですね。そうですね、ちょっとレベル上げましょうか。それまあレベル、まあ、1上がったらもう今回終わりと。まあそれまでちょっとお宝ですかね、まあ、集めるためにちょっと周回しましょう。まあ、今回多分これレベル3が入ってるのかな。あ、レベル3が入ってますね。さて、もうそっか、今ここだけしかないですよ。前回そうですね、5つぐらい、まあ、鑑定して、まあ、その中で唯一1個だけ、まあ、出てきたっていう風な感じですからね。ちょっとパンかじってそれなので、うん、まあ最悪、まあ10個ですかね。まあ手に入れたとしてもやっぱり3つぐらいはね、まあ欲しいですね。あとはもう5つまでしか持っていけれないっていう、まあ縛りを設けてるので、まあ最低でもね、本当はもう両方とも5つ以上ですかね、ヒールもマジックも予備でやっぱり持っておきたいっていうのはあるんですよね。まあその時の状況によって、まあ多分持っていく、まあ種類ですかね、まあ、マジックボトルを持っていくかヒールドリンクを持っていくかっていう風な、まあ多分そういう風な、あのちょっと選択するところもあると思うんでね、まあそういった時のために、まあ、できればね両方最低でも5つずつ以上はまあ持っておきたいですけどね。でもまあ、あの進むにつれてね、やっぱりその、まあ、ヒールドリンクとかね、マジックボトル、まあ、レベルも上がっていくんでね、まあ、それだけまあ回復量も増えていくので、まあできればねやっぱりその高いものですかね、1回でまあ多分進んでいけば100とかですかね、確か回復させたりとかっていうのも出てきてたはずなので、まあ、できるだけ、まあ、レベルの高い回復薬を持っておきたいと思うんですけどね、なかなかそういうわけにもいかず、大体もうそうですね、もう今回でちょっと1レベル上げて、まあレベル1上がって多分知力に振ってやれば、このシルバーフィッシュも今2発ぐらいですけど、まあ、もしかしたら1発で、まあ、倒せるかもしれないんでね。あー、お宝落としてくれないな。よし、あと49あるので、まあ、そのままちょっとあっちの固定の宝箱のところまで走っていきましょうかね。くー、もうなんかここまでモリアも倒してやろう。さすがね、ちょっとここまでね、あのタムロされるとね、もうちょっともう一気にもう倒してやろうかっていう気になってしまうんでね、もうそうなってくるともうちょっと MP が足りなくなるんですよね。まあまあ普通の敵を倒して、まあ、経験値稼ぎですかね、まあ、するのも、まあ、それもいいかなと。さて、あとは、あ、こっちか。中川の方かな。あ、やばい、MP がない。あっちか。ちょっと戻りましょう。やられるわけにはいかないんでね、やられるともう今までというか、今持ってるチェストもうなくなってしまうので、
さっさ、これで、あと残り経験値もあと1万ちょいぐらいじゃないですかね。あ、そうですね。回収して、まあもしかしたらもう次でいけるかな。まあ次でまあレベル上げて、まあステータスですかね、まあ振ってお宝鑑定して終わりましょうかね。いやでもまあすっかり自分も忘れてましたね、こっちの、まあ、ミニダンジョンですかね、大図書館の方は。ふとなんかなんかどこか忘れてるなっていう気がしてはいたんですよね。で、あれどこだったかな、どこだったかなと思って、でまあたまたま前の動画ですかね、ちょっとまあ見直してたんですよね。どっかなんか忘れてるよなと思って見返したら、そういえばここの図書館行ってないやんと思って、で急遽今回、まあ、こっちに行こうかなと。まあまあでもまあタイミング的にはでもだいぶ進んだからなので、まあそこまでまあ苦戦はしないですけどね。まあ本来であれば多分こっち第二の村に来たばかりの時にまあ来るぐらいがちょうどまあまあいい感じなのかな。まあですけど、まあもう氷の方ですかねのダンジョンとかもクリアした後なので、まあ、結構ねレベル的には上がってるので、さあさあどんどんちょっと倒していきましょうかね。これだけ溜まっててね、一気に倒す、まあすっきりしますね。さて宝、お宝も多分、まあ、落ちてはないですね。たまに敵の倒したのはそのまま回収し忘れる時があるんでね、まあまあできるだけそれがないように。痛い痛い痛い、全員倒してる。まあ、こういう時にね、やっぱ他のスキルのなんか範囲攻撃ですかね、まあ、ああいう風なのがね超役に立つんですよ。ですけどまあ今回はもうマジカル縛りなんでね、まあ、マジカル縛り、まあ、マジカル縛りですかね。なのでまあまあ1体ずつではありますけど、痛い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 、でレベル上がるかな。あ、上がりましたね。あくそ、あともう一発だったわね。レベルは上がりましたけど、あと一発でもうちょっと倒せれないですね。まあまあお宝もまあそこそこ手に入ったので、さあ戻りましょうかね。あと1あればね、まあ倒せたんでしょうけど、まあ無念のムーピー切れですね。さて回収はできてますね。さあさあ戻りましょうかね。他はもう行けそうなところはないですね。実はこの反対側にもっていうふうなことは まず、うん、ないですね。さて、まあ今回そうですね、お宝これでいくつぐらいになったんだろう。まあ多分10個は超えてるはずなんですよね。まあそれなので、まあ10個から12、3個ぐらいは手に入れたのかな。いや19個、あ結構手に入ってますね。ちょっとまあその前ちょっと金塊だけ整理整頓させていただきたいなと。さてこれで金ブロックに交換して OK かな。
あ、結構手に入ってますね。19。19個か。まあそうですね。まあ19個でもやっぱり、まあ最低でも5つかな。まあマジックボトル、まあヒールドリンク、どちらかというと、まあマジックの方はね、結構やっぱ出てくるので、まあヒールドリンクですかね。をまあ2本ぐらいと、まあマジックがまあ3本ぐらいですかね。ちょっとまあその前に6ポイントあるので、全て先に知力に振りましょうかね。さてこれで知力はいくらぐらいになったかな。168。結構まあ上がってますね。まあ MP 魔力の方もまあ180。まあまあ今後、そうですね、まあ強い敵がどんどん出てくると思うんでね、できるだけまあレベル上げなければならないところはレベル上げして、まあそういうふうな敵に備えるっていうことですかね。さあ行きましょうかね。これがレベル1かな。そうですね、図書館の宝箱レベル1ですね。まあ最初の方のやっぱりミニダンジョンなので、まあレア的には多分2、3、よくて4ぐらいまでかな、だと思うんですよね。それなので、まあ出てきたとしても、まあヒールドリンク、マジックボトル2とか3、まあもしかしたら4が出てくるかどうかっていうとこじゃないかな。まあほぼほぼ多分2か3じゃないかなと思うんですよね。ただあとはもう数です。どれだけ出てくるかですよ。さあ、あと4つ。さあ、あと2つ。レア度的には多分2から4ぐらいですね。さて、19個全て鑑定し終わりました。じゃあちょっと見てみましょうかね。結構、まあ、今のまあ見える時点でまあヒールドリンクは2本のマジックボトルが1本で、トータルがこちら。ああ、結構ヒールが3本。ああ、いいです、いいです。で、手に入ったのが3、2、2と。で、ヒールじゃなくてマジックが、ああ、4出てきてますね。で、アイスバーン、フリーズボルト。ああ、でも結果的にはそうですね、いいですね。これで、まあまあ、トータル、まあ、持ってるものがちょうど5本ですかね。マジックボトルの方が1本、まあ、予備で持ってるので、まあ、ただ今回、その、お宝鑑定して初めてじゃないですかね、こっちのヒールドリンクが、まあ、数が多かったっていうのが。確か前12、3本ぐらい出た時も、まあまあヒールドリンクは出てましたけど、それでもやっぱマジックの方が確か多かったと思うんですよね。それなので、これで、まあそうですね、多少はちょっと安心できますね。やっぱりね、こういうふうな予備がね、あるのとないのとでは全然違いますからね。それと、マジックボトル4。まあやっぱり主体になってくるのはね、このマジックボトルなので、まあ結構今の、魔力ですかね、のことを考えると、まあ40。まあまだこれマジックボトルとかですかね、まあヒールドリンク3とか4なので、これ確か最高10か11ぐらいまであったと思うんですよね。それなんでまだまだ、まあ、この先のダンジョンですかね。で、まあ、手に入れて、まあ、鑑定してやればもっとその回復量が多い、まあ、回復量が多いというか、まあ、このレベルですかね、が5とか6とか7とかっていうふうな上のものが手に入れば入るほど、やっぱり回復量も上がっていくんでね、まあ、できれば、まあ、この先のダンジョンも、そうですね、チェストはもう持ち帰れるようにしていきたいですね。で、まあ、今回で、まあ、その図書館はクリアということで、まあ、次回こちらですね。まあ、本来ならばね、今回行こうかなと思ってたんですけど、そちらの図書館の方すっかり忘れてたので、
まあ、次回はもうこちらですね、海の、まあこれは村というか、まあ海の島というかね、その島のまあ端っこにあるダンジョンですね。まあこっちの方もあのミニダンジョンになってて、中に固定の宝箱が1個2個3個4個ぐらいかな、確かあったと思うので、まあね、やっぱりあの図書館でまあ手に入れた宝箱とはやっぱりこっちの方がまたレベルが上がるので、まあまあできればね、あの多く回収して、まあ回復薬ですかね、できるだけまあ今のうちにね、そうですね、まあ両方ともできるだけまあ多めには持っておきたいんでね、あの右後ろの方に見えてるあの緑の洞窟だったかな、まああのラリマーが、ラリマーというまあ強力なボスがいるところでね、ちょっとそこで苦戦するようであればね、まあ、結構ヒールドリンクとかですかね、多分使わないと、まあ、クリアが厳しくなってくるんでね、まあ、そのダンジョンに行くために、まあ、できるだけまあ他のダンジョンで、まあ、チェストを回収して回復アイテムをちょっと、まあ、予備ですかねをできるだけ持って、まあ、戦いに備えたいのでね、まあ、まあ鑑定してまあ何が出てくるかというのはまあ本当運ですけど、まあどの道鑑定するにも何をするにも、まあ、回収して持って帰らないことにはね、それができないので、まあ次回ですかね、こちらのダンジョンの方ですかね、まあできるだけお宝を持って帰って、まあ鑑定ですかね、まあできる数を増やしていきたいなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を落とさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。